ここでお弁当を見せてのコーナーです。視聴者の方から寄せられた投稿をご紹介します。津幡町の50代男性ユミタイさん、息子の高校生活最後のお弁当です。節分が近いこともあり、卒業して就職する息子へのエールを込めて、甘い心や怠け心を退治し頑張ってほしいなと。機械化だったので野菜のボルトとナット付きです。わかりますか？ボルトとナット、人参ですね。そうですね。そんな息子も今では社会人2年生、はい、海の男として頑張っていますといただきました。津幡町50代男性のユミタイさんが送ってくださったってことは、お父さんが作ったお弁当ってことになるんですよね。そうですよね、たっぷり。さすが高校生の息子が食べるお弁当だな、ボリュームもありますし、はい、海の男として頑張っている息子さん、これからもね、お父さん高校も来ていただきたいなと思います、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。お弁当を見せては HAB アプリで投稿を募集しています。今日ご紹介しましたように、家族へのメッセージを込めたものや、可愛いキャラクターをデザインしたものなど何でも結構です。皆さんのお弁当ぜひ見せてください。投稿お待ちしています、はい。